考えたらでもサッカー界でやっぱり生き残っていけないなと思って、うん、自分の中のマインドを無理やり変えていったというか、うん、秋田の監督に就任されて、うん、かけていただいて、うん、結構メンタル的にやっぱりしんどくなっちゃったっていうのは大きかったですね、うん、どうだろう。本日はまだいつ来てるんです。シンガポールで2年、3年 ?3 年です。3年、ラオス、タイ、そして日本、ラリザ、秋田でプレーした、選手です。今は社会人として頑張っている方なので、今日はお話聞いていきたいと思います。お願いします。お願いします。どうも。じゃあ、いつきは、大学どこやっけ？大学、立命館大学。立命館。ここがそもそも、まあ、京都のサンガイエス所属してて、うんうん、その僕の代からちょうどサラアスリートプロジェクトっていう、文武両道、サッカーもしっかりやる、勉強もしっかりやって、世界に通用する、グローバルに活躍する選手を育てていきましょうっていうプロジェクトが、うんうん、立命館と京都サンガでこう提携して、決まったちょうど1期目なんですよ。あ、そうなんだ。大学3年生ぐらいの時から、これこのまま行って俺 J リーガーなれんのかなって、ちょっと不安なところがあったんで、うんうんうん、ちょっと海外。とかっていうのを選択肢の一つとして持ってみんなもいいかなと思って、なんか東南アジアやったり、まあ、アメリカでやってる選手とかの話を聞かせてもらったりとかはしてて、うんうん、でシンガポールかな。シンガポール僕ね3年いましたけど、3年間本当になかなかお金を使えない生活、切り詰めながら生活してたんで、うんうんうん、それはそれですごい良かったなと思いますけど、非常にやったね、はい。まあでもお金の大事さっていうのはすごくわかるよね。そうですね、本当そうですね、結局やっぱり思いとかもあるけどさ、うん、お金がある程度ついてこないと、うん、やっぱり誰かに迷惑かけちゃうし、そうですね、それだけやってても、まあ認めてくれないことはないんだけど、頑張っててすごいねってただただ支援される立場というか、うん、っていう立場になるとやっぱりやっていくうちに稼ぎたいと思うんやな。そうですね、どん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 ステップアップしていきたい、金銭的にもそうですし、うん、分かりやすくチーム、リーグ、カテゴリーとかをどん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 上げていきたいなっていう思いはやっぱりめちゃめちゃ強くて、当時はまだなんかヨーロッパとかっていう夢もあったんで、シンガポールからまあヨーロッパで行きたいなと思って、それこそシンガポール1年目の割にドイツ行ってるんですよ、1ヶ月ぐらい。それももう全然本当にお金ない状態で、うん、毎月毎月のなけなしの勝利給とかちょっと貯めて、チームメイトの日本食の誘いとかも断ったりしながら、本当切り詰めて、ね、貯めて行ったんですけど、結局まあ1ヶ月行ったんですけど、まともに練習参加も受け入れないような状況で、まあ、当時まだあんまりネットの情報とかも、今だったらネットで東南アジアの状況だったりとか、ヨーロッパというまあイベントの人の情報とかもいろいろ多分知れると思うんですけど、当時なかなかそんなに情報も多くなくて、でも何もないから、まあ、このお金で行ける。っていうところでまあ任せていったんですけど、まともになんかも練習参加もできず、最後結構なんかこう揉めて、まあ、お金もなんかもうこれそんなんかも返してほしいっていう感じだったんですけど、結局もう返ってこず、ただただお金を失っただけではないですけど、サッカーで言ったらなんかちょっともったいない、人生経験としてはこういう人もいるんやなっていう思いもやっぱりありましたし、そういう人に引っかかってなんぼよ、うん、やっぱり、うん、その後結局ラオス、そうですね、国変えた時に、その時に初めて外国人枠としてだよ ね、自分が2年生ぐらいから大学4年生までもずっとサイドバックでやってて、うんうん、シンガポールの3年間もサイドバックでずっとやってたんですけど、外国人枠をサイドバックに使うってよっぽどじゃないと、もちろんいるのはシンガポールでもいましたし、実際にでも本当にもう突き抜けてないといけないし、ね、うん、チームを勝たせれる選手、助っ人外国人、迫力ねとまではやっぱり全然いってなくて、うん、このままだったらでもサッカー界でやっぱり生き残っていけないなと思って、この先もサッカー続けていきたいし、うん、ってなったら今までのままじゃダメやなと思って、うん、自分の中のマインドを無理やり変えていったというか、うん、分かりやすく点に絡むようなプレーを出していこうと思って、うん、まあ、もうサイドバックじゃなくてもう1個前に出てサイドハーフとして、うん、リテンに絡みやすいポジションで探してもらって、ラオスのラオトヨタっていうチーム、前年度リーグ優勝もしてて、アジアの AFC カップってまあ国際大会で出場権があるところだったんで、自分の力を試してみたいなっていう思いもありながらラオスに行くことになります。ほんでラオスで生活終わったら帰って、マジ的にもアジアの生活終わって日本に帰ってくるわけでしょ。そうですね。そこのきっかけは何だ。シンガポール1年目の監督がタイにいるタイミングで秋田の監督に就任されて声かけていただいて、まあ、このチャンス逃したらもう日本でやれることもないやろうしな、Gリーグだね、やっぱり日本でこうお世話になってた人の前で実際にプレーしたいっていう気持ちもやっぱりあったんで、なんとか、まあ、その当時のエージェントの方にも助けていただきながら、なんとかギリギリで席の話がまとまって、で秋田では優勝してる。そうですね、加入した年に優勝して、スタジアムの問題で当時はまだ J2 の資格を満たしてなくて、正式には優勝だったんですけど昇格できず、いやー悔しいね。そうですね、やっぱり J3 と J2
つって多分いろいろこんな面で全然違うと思うんで、そこは一回ね経験したかったなって思いはありますけど、それをきっかけにいろいろやっぱり秋田県ぐるみで言い出してくれて、今はもうスタジアムの問題もクリアになってるみたいで、じゃあいつか実は上がってくるだろうね。そうですね、まあ、今年もずっと今のところ負けなしで16試合。おそう、まあ、今の現時点で負けなし16試合ぐらい、そうなんだ、このままいけばまあ順調に上がるんじゃないかって、はい、どうだったの秋田でのお給料って。1年目に関して言うともうめちゃめちゃ低かったですね。秋田やからギリギリサッカーだけで生活していけるっていう、まあ、秋田の家賃も駐車場付きで3万円ぐらい。安いね。安いね。すごいね。とかもそんなんやったんで、若干金切り崩しながらぐらいの生活でしたね、1年目は。まあ贅沢せず、秋田の物価なら、はいはい、東南アジアとかそんな言い方しなかったら、まあ、優勝したってのもあって、でまあ、1年目もそこ試合にも出してもらって、まあ、点も取ったりとかしてて、活躍もある程度認めてもらって、給料ちょっとまあポンと上がって、当時の J3 の相場で言うと、20から40ぐらいじゃないですかね、月で。それぐらいの幅で、70万、80万、1000万待ってる選手とか、J3 でもまあ見たみたいですけど、なるほどね、1年いて、2年、2シーズン行って、2シーズン行って、本当は、2年契約僕結んでたんですよ、まあ、引退する年。本当はもう1年契約残ってたんですよね。もう、まあ、1年目も、秋田の1年目もそうだったんですけど、2年目もそうだったんですけど、シーズン最後の方で、グロインペイン。でも、もう股関節の痛みでしかないんですけど。もうそれに結構最後2ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、まあ、2年連続で悩まされちゃって、1年目も結局優勝した瞬間もう、スタンドから、感染してたんで、2ヶ月ぐらいまともにサッカーできなかったですし、寝返り打つだけでも痛いぐらいのレベルまで、まあ、結構無理して我慢して痛み止め飲みながらやってたんで、まあ、それがもう極限まで行っちゃって、で、まあ、出遅れて2年目、でそこからまた取り戻して試合も出たりしてたんですけど、結局また最後痛み出てきて痛み止め飲みながら、まあ、もう残りもうちょっとシーズンもあるし、なんとかやりきろうと思ってなんとかやりきったんですけど、でもまたこれ来年もこれでスタート出遅れるわ、何万の時間かかるわっていうので、メンタル的にやっぱりしんどくなっちゃったっていうのは大きかったですね。どうだったのプラスアルファの部分でさ、お給料がもっともらえてればやるか。そこに関しては多分やってます。なるほど、はい、もしじゃあ倍以上の額をもらってて、はい、もう1年契約残ってるんだったら多分やってますね。やっぱり生活の余裕ってそういうところにも出てきちゃうよね、はい、うん、なるほどね、うんうん、それこそ僕も東南アジアにいた時ぐらいから一応ちょっとずつお給料は上がってて、うんうん、東南アジアと日本の基準で比べてちょっとその辺はあれですけど、うんうん、これが上がっていかないんであればもうやめようかなっていうのもなんとなくこう自分の中で持ってたんで、年齢ももう29になる年ですかね、その次になると、うん、ところでなんか次の年も心の底からサッカーに全力で情熱持ってやれるかって言ったら、あのちょっと無理かなって思っちゃったんですよね。それまで僕だからあんまり引退っていうのを、まあ、セカンドキャリアとか引退とか考えてはいましたけど、うん、その年で辞めるとは僕考えてなかったんですけど、2年契約を結んでるしも来年もあるぐらいの感じだったんで、あってたもんね、自分給料間際の契約更新の話までちょっと話させてもらったりとか、2年契約結んでるから構想の中に入ってる中で、うん、ってなるとやっぱりどうしようどうしようみたいな感じでちょっと時間がいっちゃって、で結局引退がリリースが出せたのがそのシーズン終わってチームの活動も全部終わったタイミングでしかもう出せなかったんで、まあ、結構なんか周りの人はすごいみたいな、僕もあんまりその周りと急に決めたから、うん、誰に相談する、まあ、もちろんあの本当に親だったりとか相談しましたけど、うん、結構突然やったんで、でもともにちゃんと挨拶もできんまま引退しましたみたいな感じでビビりかけちゃったんで、当時はなんかすごい申し訳なかったな。でも突然の引退だったから引退した後にしたいとかそういうのはもう全く決めてない状態で。そうですね、ぶっちゃけそうですね、なんとなくなんか現役の時ラオスに行った時ぐらいから徐々に、あ、セカンドキャリアどうしようみたいな、でラオスの時もちょっと干されたじゃないですけど、ちょっと試合に絡める時間があったりとか、このまま行ったら俺もう来年行くとこないやん、どうやするしかないってなったら俺どうしようと思ってはいたんですよ。でも何やかんやこうサッカーでトントントン、何やかんやうまくいってた、うまくいってたとは言えないですけど、チームがしっかり決まってね、サッカーできる環境があったからね、うん、まあ、その現役の時も、まあ、言ってもサッカー選手って、まあ、練習時間以外の時間って結構あるじゃないですか、うんうん、もちろんそこでプラスアルファでサッカーのトレーニングしたりもしますし、体のケアしたりもしますけど、うんうん、時間ってまあまあある、全然あるじゃないですか、うんうん、なんかやらななとは思って、うんうん、ちょっとこう本読んでみたりとか、うんうん、YouTube でビジネス系のなんか経営学とか見て、うんうん、で当時でほんまに全く知識も何にもないから、うんうん、僕バイトすらまともにしたことなかったんで、うんうん、何も聞いてても何もわからないんですよ。でなんかそんなんでずる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 行って結局引退しますってなったんで、うんうん、
あ、どうしようと思って。あ、こんなに引退と二人合わせにいるわけじゃない。はい、それこそ、え、来年どうするんだろう、チームあるのかな、ないのかなって言ってるのに、何にもやっぱり、じゃあとりあえずビジネスの YouTube 見ようとかそれぐらいでさ、やっぱ決まらないよね。まあ、知識があまりない。情報がわかんないですし。わかるわかる。その営業って何、ね、そう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 、もうほんとそんなレベルだもんね。経理って何そうそう。そうほんまになんかそんなレベルやったんで。で、まあ、今のお世話になってる会社の方が、うん、まあ、当時その秋田の選手のマネジメント業務もしてて、スポンサーさんを見つけたりとか、そうですね、エージェントとの仲介みたいなこととか、芸能関係とのちょっとつながりやったりとかを仲介するような形でやってる選手が、まあ、当時秋田にいて、その選手僕仲良かったんで、よくご飯とか行ったりしてて、で、その方が、まあ、大阪の方が秋田に来たタイミングで僕も一緒になんかご飯食べたりしてたんですよ。僕が引退して、まあ、出身なんで、まあ、関西で会った時にちょっと声かけてくれて、一緒にちょっとやらないかっていう話で、今の会社は母体となってるのは障害者福祉施設での仕事なんですけど、障害者の方が、まあ、施設何か所かあるんですけど、大体4人から6人ぐらい、7人のところもあるんですけど、なんか住み込みでもう住んでるところに、僕らは不安人介護とまではいかないんですけど、補助生活の、まあ、生活自立するための自立支援所みたいな感じの一種なんですけど、まあ、ちょっとした生活のサポートしてあげたりとか、まあ、相談乗ったりとか、悩み事聞いたりとか、まあ、お金の管理を一緒にしてあげたりとか、一般就労したり、一人暮らししたり、ちょっとでもこう自立に向けての準備段階の場所みたいなところで仕事をするのがまあ業務なんですよ。それと並行しても、さっき言ったみたいなそういうマネジメント業務があったり、あとはイベント事業っていうのもやってたりしてて、まあ一つの会社で3つの経験をできるっていうのはすごい、本当に何もしたことない自分にとっては魅力的やったんで、まあ本当にもう言い方良くないかもしれないですけど、世間一般的に言う普通の仕事もできる、ちょっとそういう芸能チックな仕事もできるスポーツにもちょっと携われるっていうので、すごい面白かったなと思って、でも結構お世話になることになったのがきっかけですかね、今の仕事になったのは。じゃあまあそういうふうにいいとこ取りでいい仕事だなと思って入ってみて、実際はどうかやってみてください。死んだ花のようなあの目をしてたと思いますね。分かる分かる。そういう時期はアスリートの強みを持って月の生活を見てると出せてるのかなって。実際なんていうんですかね、街みたいなの作りたいです。サッカーコートが真ん中にあって西野みたいなこと言うとる